私もマー君と同じ理由だよ。そっか。なんか、以心伝心だね。最近の私たち。じゃないか。もう知らない仲でもないんだし。どうも僕のジョークセンスにはまだ問題があるみたいだな。これは今後の課題としておこう、セニョール。さすがは高畑くん、勘がいい。いや、ワトソンくんと呼ぶべきかな。ノリが悪いでござる。まあいい。ところで、マーメイドって知っているか？マーメイド？あ、人魚のこと？大沢さんはロマンチストだな。いや、違うよ。家庭用のアンドロイドの名称のことさ。そうだ。それの商品名がマーメイドさ。商品化されたのは人間そっくりのよくできたアンドロイド。だけど、開発者たちがこっそり商品とは違うアンドロイドを製造してたって、そういう噂も内部に流れているわけさ。半人半獣タイプのマーメイドさ。
これがこの前言ってたうさんくさい話なのさ。さあ、あくまで噂だから断言できないけどね。他にも噂はたくさんあるらしいよ。影ではいろいろますます法律や人権問題に引っかかる危ない開発を続けていたらしい。実際にいる人間の記憶を映して本人を再現したりとかさ。それって何のために？そう、そこまではさすがの僕も。まあ、どこまで本当でどこまで嘘かわからない話だけどね。なんか怖いね。で、死んだペットを動物型特殊アンドロイドに加工して飼い主に返すってサービスがあったって噂もあるんだ。これもかなりうさんくさい話だけど、かなりの高額で引き受けていたらしい。それがリンってことなの？それは。ちょっと嘘っぽい。なんか変な話だったね。本当なのかな、あの話。
しい？マー君？なんだよはないでしょ。なんか体調が悪くて下で寝てるの。疲れてるだけだと思う。優しいよね。ありがとう。マー君の声聞いたら、ほっとしちゃった。うちでおとなしく寝てるね。ゲームやってたから髪の毛が邪魔で。もしかしてマー君。髪型変えた方が新鮮？
君なんか適当に答えてる。ゆずきさんからさっき電話があったんだよ。うん、番組にいろいろ情報が寄せられてるんだけどね、その中の一つに町外れにある廃屋にでっかい猫が出入りしてるっていうのがあるんだって。私明日行ってみようかなと思って。
ただきます。何よ、じっと顔見て。最近なんとなくだるくて、夏バテかなって思ってたけど。そうだよね。マー君はバテてない？気をつける。Thank you.
声出して。火事？地震？
パー君。どうしたの、一体。大丈夫みたいだね。そんなことないよ。マー君、リンちゃんは私が預かる。わかんないけど。ほっとけないもん。何かあったらマー君に言うから。ね。わかってる。